ハットリバー広告は、レオナード・ケイスリーが、独立国と主張していた、オーストラリア大陸西部の広大な小麦畑を、中心とした地域である。ハットリバー広告の地図。1969年10月、西オーストラリア州政府が、小麦の販売量割り当てを決定した際、ケイスリーの農場に割り当てられた、販売量が十分なものではなかったため、 他の5つの農場と連携し政策に反対し、西オーストラリア州総督のダグラス・ケンドルーに法案撤回の請願書を提出した。しかし、請願書は無視され、さらに州政府が地方の農地を取り返す権利を認める法案の審議が進められたため、ケースリーは、経済、土地が奪われる危機に瀕した際には、分離独立することができるという国際法の規定に、 基づき独立の準備を進めた。K3 は、販売量割当ての修正、または52万オーストラリアドルの保証金が支払われない場合、オーストラリアから独立すると、西オーストラリア州政府に、最後通告するが、これに対する返答が得られなかったため、1970年4月21日に、自身が所有する75平方キロメートルの土地を、 ハットリバー公国として、オーストラリアからの独立を宣言した。ケリーは、ハットリバー公レオナード1世を名乗るようになるが、独立宣言以降も、自身は、エリザベス2世の忠実な進化であると発言している。レオナードの独立宣言に対し、オーストラリア総督のポール・ハズラックは、西オーストラリア州憲法に関する問題には、 連邦政府は介入できないと発言し、西オーストラリア州政府は、連邦政府が介入しない限りハットリバーへの対応を行わないと決定した。オーストラリア首相のウィリアム・マク・マホンは、領土侵害として訴追するとしたが、レオナードは、国際条約に基づいた独立と反論し、オーストラリアの方針を無視して、小麦を売り続けた。1976年、 オーストラリア郵便局は、ハットリバーの郵便物の処理を拒否すると通告した。さらに、オーストラリア国税庁がレオナードに対しの大勢を要求したことを受け、1977年12月2日にレオナードは、オーストラリアへの宣戦線を布告したが、数日後には、停戦を宣言している。1980年頃に国名を、ハットリバー王国と解消したが、 短期間で広告に戻している。2000年、独立30周年に際し、息子のヤン・ジョージ首相は、オーストラリアの週刊誌からの取材で、父が亡くなった後も、その意思を受け継いでいくとコメントし、ハットリバーの存続を宣言した。2017年2月、レオナードはグレームへ上位した。6月16日、西オーストラリア州最高裁は、 オーストラリア国税庁に2006年から8年分、レオナードに約270万ドル、次男のアーサーに24万2000ドル、合わせて約300万ドルの納税を命じた。ルイコール・ミエール・判事は、ハット・リーバー広告の提出した陳述書をゴブルニ・ゴークと一周した。2019年2月、先代、ハット・リーバー公レオナードが死去した。 2020年8月3日、グレームは広告の解散を宣言した。同年にオーストラリアで流行した新型コロナウイルス感染症の影響で1月より国境を閉鎖せざるを得ず観光収入が立たれたためにオーストラリア政府への租税の支払いのめどが立たなくなったためという。グレームは土地を売り払い納税に充てるという。 ハットリバー広告など独立を宣言してから50年で、再びオーストラリアが実行支配を回復することになった。ハットリバー広告の政府庁舎、妻シャーリー・コーヒーが海外のマスコミの取材や観光客の艦隊を担当し、長南イアン・ジョージ皇太子が首相、経済開発大臣、郵政大臣として小麦などの農産物の生産、輸出を担当していた。 このほか、次男アーサー・ウェイン講師が、外務大臣、三男レオナード・リチャード講師が、財務大臣、四男、グレアム・アーネスト講師が、教育大臣、国立大学学長を担当していた。国民は、総勢23人だが、レオナードは、世界中に1万4千人の国民が存在している、と主張していた。 レオナードを最高司令官とするハットリバー国防軍を保有し、国民は軍事委員会に名簿登録されていた。主要産業は小麦、ワイルドフラワー、切手、貨幣の輸出。主な資源として観光があり、海外から年間約4万人がハットリバーを訪れていた。また、自動車のナンバープレートも発行しているため、新車登録も可能となっていた。 2005年3月29日に外国企業の会社信託の登録を開始すると発表するがオーストラリア政府は脱税につながる恐れがあるとしてハットリバーへの登録に法的根拠はないと警告している。隣接する農産プトン地区政府には有効のための農産物などを贈り物として毎年進展していた。オーストラリア政府は ハットリバーの独立を認めていないが、西オーストラリア州政府は1972年4月21日に、ハットリバーを事実上の自治州と規定している。オーストラリア郵便局は1976年に、ハットリバーの郵便物の処理を拒否すると通告したが、1980年に、パースの裁判所が、ハットリバーの発行する通貨、切手は、 ハットリバー内において有効とする判決を出したため、ハットリバーの郵便物の受付を再開した。オーストラリア歳入庁は、ハットリバーの住民をオーストラリア非居住者として扱っているため、ハットリバー内で得た所得についてはオーストラリアへの納税が免除されている。オーストラリア国立博物館には、オーストラリア内の分離に関する展示がされており、その中で、ハットリバーは、 オーストラリアからの分離に成功した例として紹介されている。ありがとうございます。